皆様こんにちは、シスコシステムズの中村です。今回は8分でわかる資産と侵害の見える化ネットワークディスカバリーについてご紹介させていただきます。まずはネットワークディスカバリーの概要についてご紹介させていただきます。通信をチェックし、ホスト情報を自動収集し、ホストプロファイル数というですね、データベースに自動格納していきます。このデータベースを見ることによって保護資産や侵害の痕跡の見える化を行うことができます。また収集情報を用いた高度な処理にも対応しております。インパクトフラグ、ファイアウォールレコメンデーションルールス、PX グリッドなどに対応しております。インパクトフラグについてはですね、デモの後にご紹介させていただきます。では利用シーンと構成についてご紹介させていただきます。利用シーンといたしましては、保護資産の IP アドレスや MAC アドレス、 OS、 アプリケーションなどの情報を自動収集し、仮に脅威や侵害があった場合については確認できるようにしたいと思います。構成は FMC 管理の FTD を利用し、バージョン 7.2 以降の利用がおすすめです。では早速ですが、設定と動作確認のデモについて見てみようと思います。まず FMC にアクセスし、仮にバージョン 7.2 以降を利用している場合については EVE 機能を有効化、検討してください。ポリシーズからアクセスコントロールのエディットのアドバンスからエンクリプティドビジビリティエンジン EVE の設定がございます。こちらのですね、チェックをしていただきますと EVE 機能有効化できます。暗号化通信、HTTPS の OS やアプリケーションもですね、学習が可能になります。ですので、非常におすすめの機能になりますので、ぜひバージョン 7.2 以降を使っている場合については有効化してあげてください。変更した設定は保存していただきまして、次はネットワークディスカバリーの設定を見ていこうと思います。ネットワークディスカバリーの設定は非常に簡単です。まずポリシーズのネットワークディスカバリーをクリックし、ネットワークのアットルールからですね、保護対象のネットワークを入力してあげます。今回は 192.168.0.0 のスラ24を入力したいと思います。通常はこれだけで設定完了となりますが、仮にネットワーク内に NAT デバイスやプロキシ、ロードバランサーといったですね、複数のホストを単一の IP で管理するような機器がある場合については、そういったですね、デバイスの IP アドレスは除外するようにしてください。除外する場合については、アットルールから、エクスクルードで除外対象のですね、IP アドレスを入力してあげてください。これで除外は完了となります。あとはデプロイをいたしまして、デプロイオールで対象のですね、FTD デバイスに設定を適用すれば、設定は完了となります。次に動作確認をしていこうと思います。まず、保護対象内の任意端末にアクセスし、好きなブラウザを起動させて、好きなサイトにアクセスしてみたりとか、もしくは任意のアプリケーションを起動して、ネットワーク通信を発生させてください。FMC に戻り、収集状況を見ていきます。アナリシスからネットワークマップをクリックします。そうしますと、今回学習した192.168.0.16 のホスト情報が含まれていることが確認できます。クリックしますと、例えば IP アドレスや MAC アドレス、最後に見られた時間やおおよそのオペレーションシステムズのバージョン情報やアプリケーション情報と可能な範囲でバージョン情報ですね。あとはアトリビュートやホストプロトコルも確認することができます。試験端末側に戻り、マレアファイルのダウンロード試験を行ってみようと思います。ウェブサーバーからマレアエーカーテストファイルをダウンロードしてみます。はい、途中で FTD でブロックされてますので、うまくダウンロードできないことが確認できます。FMC 側に戻りまして、アナリシスからイントルージョンイベントをクリックしていただきますと、
先ほどのですね、ダウンロードを試しました英会話のマルウェアテストファイルがイントルージョンポリシーによってドロップしていることがわかります。また、このドロップがアナリシスのネットワークマップの先ほどのですね、ホストのプロファイルを見ていただきますと、こちらのような形でですね、Indications of Compromise IOC 侵入の痕跡情報として見ることができるようになります。こちらが脅威の見える化、侵入の痕跡の見える化となります。次にネットワークディスカバリーと組み合わせて利用することの多いインパクトフラグについてご紹介させていただきます。侵害が発生時、ホストの影響度を5段階で評価し通知してくれる便利機能です。デフォルトで有効です。例えばインパクトフラグ1はホストの持っている脆弱性を突かれた攻撃が発生し、リスクが非常に高い場合に発生するフラグとなります。逆にインパクトフラグ0は保護対象の資産の外で発生したイベントになるため、保護資産への影響はないとみなすことができます。インパクトフラグのアラート設定は非常に簡単です。ポリシーズのアラートのインパクトフラグアラーツのタグからですね、任意のアラートの飛び先とですね、インパクトフラグのですね、どのフラグのレベルを有効化するかというところのですね、チェックを入れていただければ設定は完了となります。また、インパクトフラグの確認については、まず全体の確認はオーバービューのダッシュボードから可能です。例えばこの例の場合については、インパクトフラグ3がですね、一つだけ発生していることを確認できます。また、インパクトフラグアラーツを使っている場合については、ファンサーバーで、こちらの例の場合については、シスログのインパクトフラグ3のアラートをですね、確認することができます。最後、まとめです。ネットワークディスカバリーは、保護資産や侵害の見える化に非常に役立ちます。また、インパクトフラグを併用することによって、リスクの見える化や自動アラートが可能です。非常に使える機能ですよね。ただ、使いこなすためのポイント3つございますので、ご紹介させていただきます。まず、保護すべきネットワークや IP アドレスのみ収集対象にしてください。NAT デバイスやプロキシー、ロードバランサーの IP は除外するようにしましょう。また、バージョン 7.25 ですと EVE 機能を使ってですね、暗号化通信の OS やアプリの情報収集も可能になります。および、スノートバージョン3を使うことによってですね、数割のパフォーマンス向上も期待できます。そして、VDB の定期アップデートで、これら EVE やネットワークディスカバリーやインパクトフラグの検知精度が上がりますので、VDB 定期的にですね、アップデートするようにしていただければなと思います。Thank you! ご視聴ありがとうございました。今後も役立つコンテンツを継続投稿していきたいと思いますので、ぜひ高評価やチャンネル登録していただけますと幸いです。ではまた次の動画でお会いいたしましょう。